さすが本気のシェータは強いな。シェータ殿と本気でやり合うなどキリト、あまりに危険です。いや、俺たちだけで決着をつける。大丈夫だ。そんな。なあ、前に戦った時も楽しかったよな。シェータはやっぱり強いぜ。私はただ自分を満たすものを見つけたいだけ。だから戦っている。今も体中を満たすのは殺戮衝動。やはり私の存在意義は切り続けること。そんなことあるもんか。思い出せシェータ。シェータが本当に求めていること。私が本当に求めていること。ああ、殺戮。目の前にある命を奪い枯らす。どうして。やっぱり止めれただろシェータ。何を言っているの。シェータが求めることは誰かを切り続けることじゃない。そうだろ。そう、私はいつか切りたくないものを見つけたい、そう願っていた。キリト、私一体。よかった。今の声、メディナか。急ぎ戻りましょう。随分としぶといですね。他の者たちはあっさりと死んでくれたのに。救世主様、来るな。逃げてくれ。あなたを生かしておいて正解でした。お前、最後の希望を断ち切れば救世主様のこんな顔が見られる。共演を盛り上げる歯車となってくれたことを感謝します。メディナ、今助ける。クリナ。つくづく愚かしい女ですよ。再びここへやってきた私をこのゴミクズどもと足止めしようとした。しかもそれが本当の目的だと気づいたなどと生意気なことをほざくではありませんか。虫唾が走ってたまりませんでしたよ。本当に五代目当主に顔も何もかもそっくりだ。エディナ、逃げてくれキリト。こいつには攻撃が届かない。お前たちだってきっと。傑作、まことに傑作だ。救世主様、低俗な裏切り劇に自ら幕を下ろすとは。どういうことだ。お前一体なぜここに。私が戻ってきたのはいずれにせよこの救世主様に引導を渡すためです。これまで冒険者たちを導いてくださりありがとうございました。もうお前は用なしです、メディナ様。お前の目的は冒険者たちを利用し各地の魔獣を倒させ、カラントロ、つまり新勢力を集めること。そうだろ。ご名答。滞在人のくせに小賢しいまでの知能ですね。最高司祭様を蘇らせるためにはより多くの新勢力が必要。あの傘はその命を吸い上げるためにあるものだ。傘、カセドラルシダーを追え。アニメ上の傘のことか。お前はそのためにメディナ殿を利用した。ええ、おかげさまで新勢力はほとんど集まりましたよ。必要なものはあと一つだけ。そのかけらさえ集めれば完璧です。なぜ。最高司祭様を蘇らせれば深海を救えると言ったのに。自分に都合のいい理由付けを行ってごまかすのはやめにしたらどうですか、救世主様。
いえ、あなたは世界を救うことなど一瞬たりとも考えたことがない偽りの救世主だ。お前たちもご存知ですよね。彼女がお前たちを裏切って行動した目的はオルティナノスケの汚名を注ぐためです。口では人界を真に救うためだのなんだの言っても、彼女が行動したのは私がその報酬を提示したからなのですよ。たとえそうだとしても、こんなことをしていい理由にはならないわ。ああ、そろそろ真実を教えましょうか。死ぬ前に教えた方が楽しめますし。メディナ・オルティナノス、欠陥品のお前がしたことは全て無駄ですよ。私を騙したのか。最高司祭様復活のためにその能力を存分に利用させていただきました。お前はオルティナノスケ最後の当主ですからね。かつてのように遊んであげたくなったんです。どういうことだ。お前は一体何者だ。お前の手で仲間だと錯覚しているお人形たちの多くを壊させ、その安い絆を破壊する。そして彼らの耳に人海人をおとりにする知恵などを吹き込んで犠牲者を出したのも私です。全てはお前に罪を負わせて苦しめるため。そんな、嘘だ。そしてこれが最後の仕上げのはずでした。お前のお友達ごっこをしてくれた滞在人と争わせ、万が一お前が自分の手でこの男を殺すようなことになれば、私が全て種明かしをした時、どんな傷ついた顔を見せてくれるのか興味があったのですよ。完全に狂っていますね。出来損ないの人形不全がうるさいですよ。何？ああ、それからメディナ様、最高司祭様は蘇った。おそらくは人界の人々を救いません。いえ、正確にはソードゴーレムという何百人もの人間を素材にした武具を作り、人界を救うおつもりです。その手伝いができてよかったですね。なんだと。しかし最高司祭様はあの時最上階で約束されし救世主よ、私を助けてください。人界の人々を救うために。その声、声色を変えることなど簡単です。これしきでよく騙されてくれましたね。もしメディナ様がお友達を殺した場合は、その功績を散々褒めたたいた後に真実を知らせるつもりでした。そしてその絶望した顔を眺め楽しもうと思っていたのに、どうやらそれは失敗してしまったようです。しかしもう用済みであり、お前が冒険者どもの首領である以上、私にはすべきことがある。冒険者一人一人殺すのは骨が折れるので、司令塔に潰れてもらいます。さあ生き絶えるがいい、メディナ・オルティナノス。こうなったのも当然の報いだ。私はキリトを信じられず、自分の仲間も信じられず、死なせてしまった。すべて受け入れよう。せめて私の死をもって償う。なぜ生きている。キリット。小賢しい。お前の攻撃は届かないと言ったのになぜ抗うのですか。決まってるだろ、俺はメディナの友達だからだ。虫ずがらしい偽りの救世主に、薄汚い滞在にディスチャージ。そんなに遊びたければ遊んで差し上げます。しかし勝負は見えています。まさか真意
の盾を破ったというのか。メディナを利用し傷つけたお前を許すわけにはいかない。面白い。だがここは一旦引くとしよう。メディナ、無事でよかった。どうしてだ。何が。どうして私をかばったりなんてした。私はお前を裏切ったのに。俺が勝手に関わりたいと思ったからだ。ムカつく。その言葉久しぶりに聞けて嬉しいよ。キリト君、治癒するね。メディナ殿。何ですか。私たちと共に対策本部まで帰ってくれますか。あなたに聞きたいことがいろいろとあります。それが許されるのであれば。当然です。あなたは私たちの仲間なのですから。アリス様、一緒に帰りましょう。メディナ殿。共に皆さんのお墓を作って弔いましょう。ああ。キリトはアスナたちが見ています。なので私が手伝います。ありがとう、アリス様。その後、私たちは協力して冒険者たちの墓を建て、彼らを弔った。メディナ殿は彼らの死を悼み、そしてその墓前で静かに誓いを立てた。みんなすまなかった。みんなの死は私に責任がある。すべては私が自らの力の使い方を誤り、そして仲間を信じきれなかったからだ。愚かな私を許してくれとは言えない。私はこれからもその罪を背負っていく。償いになるはずはないが、もうこれ以上の犠牲を出さぬよう、あいつと戦い、そして人界を救ってみせるよ。だからどうか見守っていてくれ。きっと届いていますよ、アリス様。さあ、名残惜しいですが行きましょう。はい。そして私たちは傷ついたキリトが目を覚ますのを待った。目を覚ましたか。俺どれぐらい寝てた。だいたい半日ぐらいだ。奴の攻撃がよほど響いたらしいな。アスナが治療したというのに。メディナ、服に血がついたままだ。あれから着替えてもないのか。もしかしてずっとここにいてくれたのか。ずっとじゃない。アリス様と一緒に冒険者たちを弔ってからここに来た。あ、そっか。疲れてただろうに。ありがとな、メディナ。
礼を言われる筋合いなんてない。何より間違っていたのは私だった。ハーシリアンの言葉に乗せられてお前を切ろうとするなんて。俺にも原因はある。アドミニストレーターのことをメディナに教えてあげられなかったからな。教えて。学院を去ったお前とユージオに何が起きたのかを。わかった。アリスも呼んで一緒に話してもいいか。もちろんだ。それは全て真実なんだな。ああ、だから俺はアドミニストレーターを殺したんだ。本当はメディナが対策本部に来た時点で話すべきだったけど、聖号騎士以外の人海人に耐えられるような内容じゃないと思ったんだ。だから混乱を防ぐために情報を隠した。確かに信じがたい事実だ。以前の私が聞いたらきっと混乱どころじゃなかったかもしれない。お前の判断は間違っていなかったと思う。でもメディナに対して隠し事をしていたのは事実だ。すまなかった。私にも謝らせてくれ。お前に剣を向け最高司祭様の復活に手を貸すなど。私も騎士でありながら最高司祭様の悪事に気づくことができませんでした。ですから自分を責めるのはやめるべきです。それにあなたは私たちの仲間です。無事でいてくれただけで十分です。うん、ずっと待っていたんだから。いつか必ず戻ってきてくれるって信じて。そうだな。おかえりメディナ。私はお前たちのことを信じられなかった。それゆえに大切なものを見失い愚行に走ってしまった。そんな私をまた迎え入れてくれるのか。ああ、もちろんさ。相変わらずだなお前は。ムカつくが今は感謝する。皆もありがとう。もう一度私を受け入れてくれて。これでまた一緒に戦えるな。ああ、今度こそ正しいことのために力を使いたい。償いになどなるはずもないが。メディナ。ハーシリア。みんなを殺したあいつが深海の人々を脅かすのを黙って見てはいられない。だから私は戦うしかない。それが今の私にできる唯一のことなんだ。そうだ。大切なのはこれからどうするかだからな。それにきっとメディナの思いは死んだみんなにも伝わるさ。そうだろうか。ああ、前を向いて歩いていくしかないよ。そうだな。ハーシリアンか。許せないよ。メディナさんや冒険者の人たちにあんなひどいことをするなんて。アスナの言う通りです。
あの者の修行を感化しておくわけにはいかない。しかし真意の盾を使い、聖豪騎士に勝るとも劣らぬ実力を持つ相手とは厄介極まりない。とにかくあいつは危険だ。聖豪騎士や近衛兵にも十分に注意するよう伝えておいてくれ。ああ、伝えておく。とはいえ、ハーシリアンの目的と行動についてもう少し意見を出し合った方がいいだろう。そうじゃな。そやつの次の行動が読めれば対応もしやすい。メディナも辛いかもしれないが、やつに関して覚えている範囲で情報を出してくれ。はい、お気遣い感謝します。なあ、前に元老院に元老院統括代理なんて役職はない、あんなやつ見たこともないって話になったけどさ、もしかして聖豪騎士だったりしないのか。凍結された聖豪騎士は他にもいるんだろう。そうだ、元老院に所属していたということ自体がすでに偽りかもしれないよね。いや、凍結中の聖豪騎士の中にもそんな奴はいなかったはずだ。ベルクーリさんが知らないのなら、もっと昔に聖豪騎士にされた人とか。そうだとしても、なぜその存在は隠されていたのでしょう。よし、早速だが会議を始める。ハーシリアンの目的と行動について意見を出してくれ。なんだ。ハーシリアンの言葉、正確には新勢力はほとんど集まりましたです。ほとんど。それじゃあまだあいつの目的は完全に達成されたわけじゃないのか。おそらくそうだと思う。では残りの新勢力収集を阻めば、最高司祭様の復活を止められるかもしれません。となると、やつがどこで新勢力を集めるかだな。やつの口ぶりから察するに、状況は相当に深刻じゃろうな。そうですね、新勢力を集めるという目的を達したのなら、次なる行動に移るはずです。ああ、これまでのようにガラントを切るだけじゃダメかもしれんな。これまでキリトたちによって南、北、西帝国のカラントコアが切られました。三帝国で新勢力を集めることは困難となれば、東帝国に新たなカラントが作られている可能性が高いということですね。カッカ、急いで東帝国へ人を使わせ、カラントの有無を確認しましょう。ああ、緊急のご報告です。なんだ。東帝国で2つの事態が起きているようです。東帝国、聞かせてくれ。はっ。1件目ですが、東帝国で複数人の衛兵や近衛兵の失踪が起きているようです。2件目は精度の低い情報なのですが。構わねえよ、そのまま続けてくれ。東帝国で黒い鎧を全身にまとった騎士の目撃情報があると。黒い鎧の騎士、聖豪騎士の一員か。いえ、まさか。暗黒騎士だ。おじさま、ですが暗黒騎士はジャイアント族がカラントで蘇ったんだ。過去に人海侵攻に失敗した暗黒怪人が他にもいて、今になって蘇った可能性は十分にある。そうですね。これでハーシリアンが東帝国で新勢力を集めていたことが分かった。キリトたちはカラントを探し、新勢力が吸収される前に切ってくれ。もう後がありません。これまで以上に素早くカラントを見つけなければ。メディナ、冒険者の力を借りられないか。彼らにカラントの捜索を頼めれば効率はかなり上がるだろう。もちろん可能です。
ですが、今のままではダメです。アリス様に指摘されたように、私はお願いと称して冒険者を強制的に従わせてきたようなものです。しかし、彼らを指揮する立場である私がハーシリアに惑わされ、間違った選択をしてしまいました。そんな私がこれ以上無理に命令を下すことはできません。だから彼らの意思について確認したいのです。彼らが私と共に歩んでくれるかどうか。メディナ殿、あなたの選択を尊重します。彼らに問い、意思を確かめましょう。ありがとうございます。では冒険者を集めます。みんな、私はこれまでみんなを、これまで私は、勇気を出して、私たちがそばにいるから。ただ素直に気持ちを伝えれば大丈夫なはずです。アンニキル、私はみんなに謝らなければならないことがある。それは私の持つ力についてだ。みんなに自覚はないかもしれないが、私は触れることで相手に忠誠心を抱かせることができる。だからみんなが私に向ける敬意や救世主という呼び名は作られたものだ。私はこの力で無理やり与えた忠誠心を利用し、長い間みんなを従わせてきた。だが気づいたのだ。そんなことをする権利など私にはないと。本当にすまない。私にみんなの上に立つ資格などない。今の話は本当なのか？ああ、事実だ。俺たちは救世主様に操られていたってことか？そうだけど、俺はそうは思えない。俺はこの世界で目覚めてからずっと自分のやるべきことが分からなかった。わずかな記憶と戦うべきだという気持ちに従い、不用意に人間を傷つけたりもした。それが悪いことなのか正しいことなのか判断することもできなかったからだ。そうやって自分が戦う意味を探していく中で救世主様に出会ったんだ。確かに無理やりに与えられた命令かもしれない。そこに俺の意思はなかったかもしれない。けど俺は戦う理由をもらった。俺たちはこの世界での意味を手に入れた。私もこの世界でどうして生きていけばいいか分からなかった時、声をかけていただきました。俺もそうだ。無理やりなんかじゃない。救世主様に喜んでもらえるのが嬉しくて一緒にいたんだ。みんな、そこまでの思いを。私たちだってそうよ。大切な人がいてくれたから、その人を守るためにこの世界へ来ることができた。はい、それが私の目的であり、この世界での意味です。でもだからといってそれを果たすために誰かを傷つけちゃダメよ。キリトさんだってそんなことを望んだりはしませんもんね。だからメディナも、彼らに意味を与える立場でいるなら正しく導いてあげて。はあ、わかった。みんな、これまで私を慕ってくれてありがとう。システムコール、アングループアレイメンバーズ。今の術式は？冒険者のグループを解除する術式じゃ。戻ってきたメディナに頼まれ、先ほどモジュールについてさらなる調査を行った結果、その機能が冒険者の所属グループを変更するものだと分かった。つまり
冒険者をメディナを救世主として慕う者というグループに設定することで、彼らはメディナを救世主として扱い、メディナに協力するという行動原理を得るようじゃな。今の術式はそのグループを解除するものか。うむ、メディナは冒険者と本当の意味で対等になるため、その術式を求めておった。たとえ冒険者が自分の元から去る結果になったとしても、それが正しいことだと考えたのじゃろう。そうか、なら俺たちは見守らん。今のは私がみんなに強制的に与えた忠誠心を解くための術式だ。これでみんなは自分の意志を得た。自分の意味も戦う理由も好きなように決められる。もう私を救世主と崇めて従う必要なんてない。その上で今度はみんなと同じ立場で同じ一人の人間として頼みがある。力を貸してほしい。私一人では無理だ。みんなの力が必要なんだ。これは命令ではない。それぞれの意思に従って断ってくれても構わない。だがもしもそれでも力を貸してやってもいいと思える者がいたら頼む。怒りもそしりも受け入れる。頼む、助けてくれ。もちろんだ、救世主様。あ、いや、メディナさん。さっきの神聖術はちゃんと効いているみたいだ。今の俺にあんたへの忠誠心はないけどな、変わらないんだ。自分に意味を見出してくれたメディナさんへの感謝と一緒に旅をした思い出は変わらず残っている。これからは友達だ、メディナさん。友達、みんなありがとう。